寄せチャンネル。でやっぱ今回 YouTube チャンネルということで、はい、あの若い方が私とね、はい、高校生とか中学生とか見てると思うんですけども、はいはいはい、あのやっぱり何喋ろうと思ったんだっけな、はい、若い方がこうねいっぱい見てらっしゃるということで、はい、やっぱり落語に行きたいって思いたくなる動画を今日は作りたいなと思ってまして、やっぱりあのまずやっぱり面白さを知らない方々のために、面白さを今日は YouTube で広めたいなってことなんですけども、どうやって広めようかなそれを広めたいなって思いつつね、うまく言えないんですけども、まず寄席の料金とかですね、うん、そうですね。寄席 まずだってね、入場料がね気になるもんね。気になりますね、やっぱお小遣いが少ない方もいるっていう、ね、中学生とかね、確かに。私の場合はね、あのお風呂屋さんって銭湯、今はあまり行かないけど、昔は銭湯ばっかりなかった。自分の家にお風呂がなかったので、うん、銭湯行くとね、寄席のこう広告があって、はいはい、その件に、ついてあのお風呂屋さんにただの券が入るんですよ。タダの券が、うん、そうするとその人が私の顔を見て、あんた落語好きなんですよ、じゃあ今度池袋演芸場のチケットあげるっつってもらってた。へー、それをね、ビラしたっていう言葉、ビラしたっつう、そう、ビラしたというのはビラの貼ってもらった後にもらえるということなんだけど、ね、意味はね、だけどビラしてもらった、それをもらって喜んでタダで見に行った。あ、じゃあベラシタをもらうにはどうするんですか。いや今なかなかそのベラシタをね、お風呂屋さんがなくなっちゃったから、そう、あ、そっか、もうほとんどベラシタの制度はないんじゃないかな。確かに、あ、やっぱそうなんですか。あんまりタダで配ってる人見たことないですよね。でもね、寄席のお金ってそんな高くない、ね、高くないですし、あとやっぱりあの僕ももう若くないですけど、やっぱ同世代でもやっぱり敷居高いんでしょとか、だから何着ていけばいいとか、やっぱりそういうふうになんかね、ちょっとこう敷居が高いように思われてる時もあるんですよね。私も落語が好きで行きたいと思ったんですけど、行くのはやっぱり勇気がいた、行ったんですよ。あ、そうですか。うん、一人で行くって勇気あるよね。まだどういう未知の世界だし、目の前に話し家が喋るの、そんなのあり、映画はよく見てるの、話しかけないじゃん、映画。だけどそこに人がいて、そこで喋ってるの聞いていいのかなと思っちゃう。では一回行ったらもう病みつきになっちゃった。病みつきですか。こんな面白いのかと。あ、それでまあもうそれで落語家になるんだけどね、うん、そのぐらいな気持ちでしたね。あ、軽い気持ちでね、うん、いや実際四平君は見たことありますから。一回だけ見たことがあって、はい、やっぱハマっちゃいますね。へえー、でもなんかそういうね、落語の面白さとか四平君のね、やっぱ言葉で話してくれば同世代なんかにはやっぱ伝わりやすいんじゃないかなと。確かに確かに、そうなの。誰かがね、お前寄せ行ったって言ったら行かない。私も高校時代ね、友達がね寄せ行ってきたんだよ、行った時、はい、すっごい悔しくて、あ、こいつに先に行かれたってぐらいすごく悔しくて、自分が先に行ってみんなに知り込めようと思ったら先に行っちゃったやつがいたの。あ、すっごい悔しかった。悔しかったですか。それですぐもう取り返すつもりで自分で行って一人でビラしたもらって、で、あー面白かったっつってこんなクラスで、お前面白かったけど何が面白かったんだよ、お前そんな一回ぐらいでお前なんつって、今度はエバルフォになっちゃって、うん、面白いから行こう行こうっつって。あー、エバリンボーですね。そんなにまあでもね、いややっぱりガキ大将だから、ガキ大将ですね、先に見ないとやっぱりもう変わってんですよ、ガキ大将だからね。高校時代にね、あのクラス男女共学だったんですよ、商業高校でね、文京区の。そのクラスの半分は男子、半分が女子で、ある日ね、あの先生がおはようございます、来るじゃん、ギリスレってやるじゃん、そうパーってやったら男の人は誰もいないんだよ、ね、で女の子だけしかいない。ちょっと俺男子どうしたって先生が怒るんだよ。どこ行ったんだって言ったら、はいはい、女の子たちがみんな全員知ってるから、私がね、全員映画に連れてっちゃったから。映画に連れてった、うん、男子007って知ってる。あ、知ってます知ってます。あれ一番最初のね、一番楽しい時にね、はい、最初の見たらすっごい興奮しちゃって、
この映画を見なかったらダメだっつってね、学校はいつでもあるんだけど映画はいつまでもないんだから、かっこいいかっこいいかっこいいこと授業中にもう勝手に言ってんだからクラス全員を男全部連れてったの、私の命令だからみんな、さすがですね、いい時代の話よ、まあ、お前あの映画見なかったらバカだお前ら、何やってんだよって、俺がね1日ぐらいね学校休んだってそんなもん大取り戻せんだから、ね、おだから今映画見なきゃダメですって全員したらね、一人もねあの下がらないで全員やらしな、柿大将すごいですね、柿大将ですね、やっぱ本当さすがですいや昔の話だからね、本当今だったら普通すぐ大学とか大学になるわけですけど、ありがとうございます、私も立派な柿大将になります、いや映画連れてっちゃダメだよ、ダメ今厳しいから令和、あ、そうですか、でも確かに今とかやっぱネットの配信とかで映画見れますけど、当時はいつ見れるかって感じでしたよね、これを逃したらって感じですもんね、だから一瞬一瞬毎日毎日こう何かしら楽しもうというね気持ちがそうさせたんだね、今考えてるのはとんでもないことだよ ね、 そうですね先生を寝すぎる日言ったらお前がバカ野郎、やっぱりお前だったなって、もう先生は私がやったことってすぐ分かってるんだね、あお前だったんだね、やっぱりバカ野郎、面白かったか先生も、あ先生もね、いい先生、いい先生よかった、先生もいい先生、素敵な先生ですね、あそうですか、それでやっぱ高校時代はやっぱそういう寄席とかに結構行かれて、そう高校時代に行ってました、うん、それで、はい、落語にハマって私もなりたいと思ったんです、ね、もうそうなんですよ、それです、そうですか、もう夢中でしたね、毎日のように行かれたんですね、生で落語を聞いて家帰ってラジオからテープ取っといて、はいはい、後で寝ながら聞くの、だからもう落語漬け、落語漬けですね、それでやっぱ誰かの弟子になろうって思われてます、ね、そうですよ、でいろんなもう誰でもよかったんだけど、みんな、うん、誰でもみんな好きなの、うんうん、落語がなりたいって子はみんな誰でも好きなんですよ、みんな、みんな全員、それでそのうちにあるきっかけで、うん、お年寄りの林家正蔵師匠っていう話聞いて興奮しちゃって、いやこんな上手い人がいるんだって、それでそこへ弟子入りになして4日通った4日、最初断られ4日目で OK、 3回も断られたんですか、そうよ、みんなはだって喜んで取ってくれないもん、やっぱそれは4回目っていうのは何か工夫して、師匠の息子さんが信夫っていう人なのね、はいはい、その人がね17歳で亡くなってるんですよ、で私が19歳でそこへ師匠とか言ったら、うん、3回目って断られて、その時お前さん名前は何て言うんだいつから信夫ですって言ったらニコッと笑っておかみさんに信夫が帰ってきたよって、あ私は信夫だから、同じ名前亡くなった息子が帰ってきたっていうことで、それでどうするんだ、すごいご縁ですね、すごい、じゃあ同じ名前じゃなかったらそう、まあ、私落語家になってないで、ここにも座ったすごいよ、まあ、無謀でよかったですよ、かったそうですか、それでやっぱり弟子入りしてやっぱ修行は厳しかったですか、やっぱり、あ厳しいっていうよりもう喜んで入ったから、あ厳しいなんて思わない、思わない、朝8時までに師匠のとこ行くわけよ、うん、365日、はい、5年間通ったの、うん、でそんなの全然もう掃除は3時間ぐらいかけて毎日3時間、だから師匠は寝てらっしゃるからそーっと音をさせないで、それで畑かでも毎日お掃除してるからゴミなんかないんですよ、あ、ね、それで今見たら掃除機みたいにグエーってそんなないの、ほうきみたいなんでそーっとそーっとそーっとゆっくりやるから、まあ、寝てらっしゃるから起こさないようにゆっくりゆっくりで外をわーっと隣の家もみんな掃除しちゃうほらだって4軒の長屋って知ってるでしょ、はい、知ってましたもんね、4軒長屋の2階建ての4軒が、はいはい、ね一緒のうちだけこう磨いてるからピカピカ光ったんだけど、うん、前にこうゴミがさわーっと玄関にあったらやっぱり嫌でしょ、嫌です ね、 ね、だから全部4件分全部そうでしょ、さすがです、だからもうそうやってやってるうちに、まあ、師匠が起きてくる、うん、そうするとそれを布団を畳んで師匠おはようございますというね、で師匠がおトイレ行ったり顔洗ったりしてる間に師匠の身の回りのね机を出したりいろいろこうやって新聞を出してみてね、で師匠にお茶を出せるようにして
それで今度はまた掃除始めると。ああ、うん。だから3時間ぐらいかかっちゃう。3時間も掃除ですか。そう。すごいですね、それ。掃除って大事ですよね。そうですよ。やっぱりね。もうだから我々掃除していろんな落語の稽古なんかできますしね。ああ。ブツ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 言いながらね。あ、確か掃除しながら落語の稽古、はい。そう、それでできるんですよ。あ、ええ、掃除イコール稽古なんですね。なるほど。ヨフェチャンネルよろしくお願いします。日本唯一の落語寄せ専門チャンネル、寄せチャンネル。さあ旦那語れ。バカ、おいしいございますな。切れなかったんだよ。人気実力ともトップクラスの話家や、それもしまな、新進気鋭の若手話家、さらに寄席を盛り上げるお笑い芸人が登場。お笑い番組を毎日放送。寄席チャンネルをお楽しみに。